地元の美容業界に恩返ししたいなと思って、美容室をやってます。今2つになりました。親が両親美容師 でおばあちゃんも美容師で、家族代々ずっと美容師なんですよ。なので親にずっと切ってもらってて、やっぱ地元の美容師さん盛り上がってなかったらちょっと悲しいので、どんだけじゃあなんかいろんな業界誌が出て僕ら世代の美容師さんが頑張るぞっつって記事出してとか、まあヘアキャンプさんがどんだけ素敵な動画出してもお金なかったら見れないじゃないですか。でやっぱ稼いでほしいっすよね、地元の人たちには。で美容師辞めちゃう人を減らしたいです。給料がすごい安かったりとか、まあ、そもそも先輩練習見ないみたいな悪しき習慣がちょっとある、まあ分かんないですよ。いい美容室もいっぱいあると思うんですけど、なんかそういう話が耳に入ってきちゃう。あ、でも教育からだと思ってます。美容師やる楽しみをなんか美容師さんが感じてもらえれば、なんか、地方の業界変わってくるんじゃないかなとは。地方はやっぱインスタのフォロワーさん伸ばすのもなんか1000人いたらすごい美容師さんみたいな感じになってるので、それがちょっとそうですね、どうにかしていきたいなとは思ってます。高いお給料出すのって自分は苦しいんですけど、やっぱ人が喜んでるのを見ると幸せな気持ちになりますね。なんで20代はなんか美容師としてすごい人になりたいと思ってたんですけど、まあ、今もちろんその思いは消えてないんで、作品のりも毎週やるし練習もするし、いろいろ努力するんですけど、人をまとめる人間としてもうちょっと注目してもらえるように30代は生きていこうかなって思います。群馬のスタッフは、まあ、東京作品撮り来てもらったりとか、まあ、僕が毎週行ってるので、そのカットのバランス感とか秒間の撮り方とか、微妙なそのレイヤーの位置設定とか、セクションの撮り方とかはやっぱり目で見て勉強できてるはずなので、やっぱりそれが お客様に落とし込めてて、で群馬のスタイリストは本当に200万切ってる子いないんですよ。で地方で多分200万売り上げるってほぼいない人材なので、本当にゼロから育てた子たち3人が今群馬にいるんですけど、その子たちがより、うまくなって、でそれを技術を、まあ、僕も週に1回、行って、まあ大体12時近くまでアシスタントの子たちの練習を見て、次の日の朝から夜まで営業してご飯食べてっていう、まあ週に1回ですけど、あとマインドと技術をしっかり落とし込むっていうのを徹底して、まあ高い意識を保つっていうのも大事にしてます。群馬県内で、6店舗を、5年以内に目標でやってます。はい、新卒教育が鍵ですね。お店を増やすのと、単価をしっかり上げて、別に高い必要はないと思うんですけど、しっかりちゃんとした値段でいただくっていうのは大事かなって。値段を安くしてやっぱり争っちゃってるところも多いので、なんか美容師になって何年も練習してやっぱりお客様は大事にしてきて、安い価格でやるっていうのはどっちにとっても良くないのかなと。お客様も多分安かったとしても満足いくヘアスタイル作ってもらえなかったら辛いと思うし、どっちかというと本当に、お客様も頑張って働いたお金を美容師に使う、美容師も、頑張って練習してヘアスタイルを作って、ちゃんとした金額をいただく、それをちょっと僕は進めていきたいですね。とりあえず休憩しない、バックルームに行かない、とりあえず走り回ってるみたいな。そうだ、ね、カットしてる時以外は本当にもうカラー塗って、お待たせしましたってお客さんのところに行って、で水飲まずにもう次のお客さん行ってみたいな。なのでやっぱりオーナーが一番忙しくて一番働いてて、多分一番体力使ってるんだろうなっていうのを見てるんで、頑張らなきゃなみたいな感じ。そんだけストイックに働かれているのに、
でもあのスタッフに対しては待遇面だったりとかをなんかよりいいように考えてくれてるなっていうのはすごい伝わってきてて、本当に自分の利益とか自分が楽な方を絶対取らない、うん、自分が楽するよりスタッフに与えたいっていう方なので、やっぱでもそれってお客さんにも伝わるし、お客さんもそれ分かってやっぱリピートするしっていう、やっぱり全部つながってるんだなっていう、うん、あとあれだね、スタッフにめちゃくちゃご飯をおごってまあ、重めのカットデザインが昔から好きなんですよ。まあ毛先があのすごい細いデザインが嫌いとかじゃなくて、まあ、普通に美容師になろうと思ったきっかけがあのヘアカタログ、メンズもそうですし女性のもそうですし見るのが好きで、でなんか自分が好きだなと思うヘアスタイルが重めのヘアスタイルだったので、その重めのヘアスタイルを動かすにはどうやってハサミを使ったらいいだろうと思って、ストロークカットを使うのに至りました。やっぱり束感が出やすくなるし、あの指の通りも良くなるし、まあ、すきばさみは、質量を変えずに量を取るっていう特徴があると思うんですけど、ストロークカットの場合は、まあ、質量がぐっと減るので、まあ、厚めのカットラインに対して、厚めのまま毛先が細くなるっていう効果を狙って、僕はストロークカットで量を取ります。いや、あ、結構あるな。はいはい、お前がちょっと前に。